メコンオーナーマズアクアトトギフは、岐阜県各務原市川島笠田町にある水族館で、ある。正式名称は、世界淡水魚園水族館。内陸型水族館。河川環境楽園の一つである、世界淡水魚園内の一施設であり、岐阜県営都市公園施設の一つでもある。2004年7月14日に開業した。淡水魚専門の水族館としては、 世界最大級であり、前述の河川環境楽園や、周辺の研究施設等を加えると、世界唯一、最大級の河川環境学習ゾーンを形成する。設置主体は、岐阜県であるが、水族館の運営は2003年に閉館した旧、江ノ島水族館の経営会社、江ノ島マリンコーポレーションに委託しており、岐阜県と一定の縁がある。 同社代表取締役会長の堀幸子が名誉館長を務めている。コンセプトは、環境教育の実践の場として、また地域交流拠点として子供から大人まで岐阜県の自然環境、河川環境を楽しく学び、考える場とするとともに、癒しの効果を持つ施設。当館の愛称は、開業に先立って全国公募され、5000点近くの応募の中から、 選考の結果、大垣市の小学4年生の案を最優秀賞とし、アクアトとギフに決定した。アクアは、水、トとは、魚を意味する、幼児語であるが、覚えやすく、親しみがあるという理由による選定であった。アメリカ合衆国テネシー州チャタヌーガにある、テネシー水族館とは、友好館の関係にあり、また、主要な展示エリアのデザインは、 テネシー水族館を設計した、ラーソン社が担当した。飼育展示数は、動物が約220種、植物が約40種。展示生物の中で、比較的人気が高いのは、メコンオーナマズ、ピラルクー、コツメカワウソ、カピバラ、カリフォルニアアシカなどである。展示施設の詳細は、施設の一覧を参照のこと。当館のメインマスコットは、 メコンオーナマズをモチーフとした擬人化キャラクター、パパメコンで、当館で暮らすすべての生き物たちの父親、ステッキを持った紳士、という設定になっている。キャラクターデザインは、手塚プロダクションが担当した。この縁によって、かつては、手塚プロダクションが、著作権を有する、鉄腕アトムの当館限定オリジナルグッズも、販売していた。なお、2017年現在、 パパメコンに関するグッズは全くなくなっているほか、当館のホームページ内でもマスコットとして取り上げられていない。年間入館者数は、開館初年度の2004年度に約74.7万人、2005年度に50.6万人を記録して、以降、40万人台で推移していたが、2014年度に50万44人と50万人台を回復した。 2014年度の入館者費は愛知県が45.4%岐阜県が26.8%三重県が11.6%と東海3県で8割超を占めた2018年には環境大臣が認定する気象主保全動植物園に富山県富山市の富山市ファミリーパークとともに国内で初めて認定された期間は5年間となる アシカショーカピバラ展示岐阜県のシンボルマークであるローマ字の G をモチーフとして線形の建物を組み合わせたデザインを特徴とした当館は地上4階建てであり各階ごとにテーマ分けされている主要なエリアの展示デザインはアメリカ合衆国のテネシー水族館を設計したラーソン社が担当した4階は地元河川である長良川の上流域エリア3階は 長良川の中流域と下流域のエリア、2階は世界の淡水域エリア、1階は一部世界の淡水域エリアと、魚類以外の動物のエリアとなっている。展示生物は生息地域別に分類されており、大まかには以下の通りである。飼育もしくは飼育展示されている生物のうち、公式ウェブサイトか本校のいずれかに名の上がっている種を、 おおよそ分類学に準じた形で列記する。印付きは繁殖成果によって当館が日本動物園水族館協会の繁殖賞を受賞した種を示すもので2012年時点で5種を数える。なし、ただし施設点検などで臨時休業あり、東海北陸自動車道の川島パーキングエリアに隣接するハイウェイオアシス、オアシスパークにあるため、 高速道路の料金所を出ることなく利用できる。ありがとうございます。